ようこそスターフォースの世界へ。皆さんこんにちは、新龍です。今回もねスターフォース4やっていこうかなと思います。で前回ね神立ルーラー、勝ったんですけども、こんな感じでね、はい、どんどん飛ばしていきましょう。もうね、あとは紹介試合なので10戦適当に走らせて引退しようかなと考えております。でチャンピオンズカップ4着としてね、ちょっとなと思って、で最後フェブレイステックス出そうとしたらまさかのこの着順なんですよ。8着っていうね。でもねオッズもね落ちてきちゃったんで、もう G2 出してここでダイオライト記念出して、はい、これで終わりですね。はい、ということでね、次作成する馬は大逃げの馬です。神立ベストの馬ですね。さあここでね多少の能力上がってくれればいいんですけど、さてどうでしょうか。神立ウィンズ。はい、ということでね、はい、デビューやっていきましょう。上級戦です。まあ無事にね鬼ゲーは引き継ぎできたのでいいかなと思います。まあ、問題はね2歳 G1 まだ1回も見てないんですよね。そろそろ出れるといいんですけども、まあ、最初の初戦はどうでしょうか。なんで私ここで迷ってるんですかね。はい、ということで、はい、レースは最悪ですね。もう着順が、はい、5番人気5着という結果でしたね。いやもうここから先、はい、全スキップでございます。ということで潜在能力は出ましたけども、まあ、S コメくらいはあると信じたいですね。はい、ということでレビューしましたと。はい、ということでね、最初はワココマステークス1番人気1着取ることできました。でそして次チューリップ賞ですね。まあここで3着取れたのでね、まあ次のオーカーシュース特権を獲得した、まあ現実世界ではですけどね。はい、ということでね、シルバープログレッシブもそれなりに溜まってる状態でして、まあここでそろそろ欲しいかなっていうところになっております。ただね3冠取るのって本当に難しいんですよね。前回のねルーラー取れたんですけども、いやルーラーで取れてもね、いやあれ本当ね、たまたまでしたからね。大阪杯、天皇賞、宝塚記念ね。まあそれに比べて、まあ牝馬の方はね取りやすいんじゃないかなと思うんですけどね。ではお箇所行ってみましょう。大箇所14頭スタートを切りました。先行争いであります。神立ウィンズ、やはり行ったという感じ。11番ノーザンドライバー、タチタガールがかわしていきました。そして6番天山羽衣、も1番人気のイソノルーブル。さあ気合はどうなんだ。内から1頭2番スカーレットブーケ、まもなく第3コーナーミルフォードスルー。そして外からはメジロロベルタ、10番北の王女、その後ろでやりましょうか。3番ヤマヒサヨリア、外から1頭している。あとはずっと下がって、これが勝ち田がある。さあまさに桜花賞、桜並木をバックにして山菜牝馬優駿が駆け抜けていきます。磯のルーブルは3番手、先頭に躍り出すことができるのかどうか。先頭藤田と神田ツーインズ、外から勝ち田がある。先頭藤田と神田ツーインズ、ムチが飛んだ。松永と磯のルーブル、内から懸命に勝ち田がある。先頭藤田と神田ツーインズ、磯のルーブルが2番手、シスター東証も懸命に追う。9番神田ツーインズ、外を通って磯のルーブル、シスター東証も懸命に追う。11番ノーザンドライバー、1着磯のルーブル、2着シスター東証。
はい、ということでね、桜花賞は3着という結果でしたね。いやね、一冠取れてね、オークス行きたかったかなってなったんですけどね。うん、まあちょっと難しいところになります。3冠最初でこけちゃうとね、もう出すレースは次 NHK マイルカップぐらいしかないのでね。うん、ということでね、こっから先は紹介試合です。まあね、途中大阪杯とかも絡めていこうかなとは思ってはいるのでね。はい、ということで最初はね、 NHK マイルカップ出しました。ここから先は消化試合でございます。そしてね、ちょっと見にくいんですけど、はい、申し訳ないです、2着でございますね。はい、ってことでオークス出して、オークスもこの先動画撮り忘れちゃって申し訳ないんですけども、4着、そしてフローラかな、フローラ、そして2着って感じで来ております。で、大阪杯出して、結局はシルバープログレッシュ狙おうとしたんですけども、7着という結果でね、もうここから先は G2 に落として、あとはもう10戦の消化試合でございます。 2.9 倍1着、はい。でもね、ここまで9戦なんですよ。ただここでもうね、引退しても結果論は良かったんじゃないかなと思います。結局10戦出すためにセントールステークスを出したんですけども、はい、こんな感じで2着という結果でした。まあここでもいいでしょう。まあ8戦以上走らせれば、8、9、10のどこかで1着取れれば僕は十分なんじゃないかなと思います。はい、ということでね、今回の動画ここまででございます。ご視聴ありがとうございました。この動画がね、面白いかなと思ったらね、高評価やそしてチャンネル登録お願いします。もしね、このね、中間の動画をね、レースもちゃんと見たいって方がいたらね、コメントください。ただね、そうすると、動画のね、時間が膨大な量になっちゃうのでね、僕は僕それでいいんですけどね、ただ、動画見る側として見てればね、多分動画進むの遅いんじゃないかなと思って、こんな感じで早く飛ばしております。では、今回もご視聴ありがとうございました。今回もご視聴ありがとうございました。この動画がね、面白いなと思ったら高評価やコメントをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録していただけると今後の動画制作の励みになりますので、とても嬉しいです。また他にもいろいろな動画を上げているので、ぜひご視聴ください。